です。じゃあ行こうか。レーダー君が行くの。どうやって行くんだこれ。あ、歩いてるね。とりあえずここは行っちゃうか。ちょっとここは順当に行った方がいいかもしれない。こっちから行けないの。危なくない？そっちの方が。まあいいけど。そう。うん。まあいい。多分ここをちゃんと行った方がいいと思う。危ねえから。でしょ。ここ現状今満車だからイライラしてる人多いから。そう、ちゃんと順当に行った方がいい。だったら。あれさっきここの前撮ったっけ。まあいいか、少しぐらいつってもな。いいや。じゃあここだけ後ろ通ればいいんだな。あなただけ。どっちでもいいけど、こうやってやれば映んなくね。こうやって右にこうやって向いてれば。わかんない。こうやってでは終わるんだけど。ここだけ。そうそうそう。いや、一瞬じゃん。なんかね、信玄餅の生餅みたいなのが、生信玄餅っていうのがあって、それがすごい人気らしい。別にもう信玄餅自体がなんだっていいかなって感じがするけど。ああ、持ってきてね。いや、めんどくせえ。ここまで歩くからな。歩くし満車だし。ジビエ。あ、上にもあるんだ駐車場。ここでしょ。こっちはそんなに、いやめんどくさ。ごめん、満車だった。結構やらしい。ああ、ほんとだ。ああ、わかんない。ここ行きたいんですよ、ショップ。さすがにポンタロはダメだと思うから。あ、いいんじゃない。トイレ来て。ああ、あれがあるんだ。なんすっけ、犬が入れるやつ。なんすっけな、名前忘れちゃった。そう、ドッグラン、ドッグラン。ドッグラン。まあ、ありゃ。あ、これ先にいいじゃん。あ、やべえ。おぉ。あ、冷た。
超冷たかった、超冷たかった。あ、ダメなんだ。あ、本当だ。わかんねえ。屋上に撮影スポットがあります。1階がショップでしょう。わかんねえ。ここいいんじゃない、ここあったらいいんじゃない。階段上がるぞ、進んでください。なんてペーって